トリニダード・トバゴで露出している、オイルサンド送信クルード社等の交際池には、微面中面抽出残死物が含まれる、オイルサンドあるいはタールサンドとは、極めて粘性の高い鉱物油分を含む砂岩のこと。原油を含んだ砂岩が、地表に露出、もしくは、地表付近で、地下水などと反応し、揮発成分を失ったものと考えられている。色は黒ずみ、石油臭を放つことが特徴。 油分が石炭を貫流した時に出るコールタールに似ていることから、はじめタールサンドと呼ばれたが、実際の成分は石油生成から得られるアスファルトに近い。母岩が砂岩ではなく結岩の場合には、オイルシェールと呼ばれる。青線は、ベネズエラ重質油の分布域世界中に埋蔵されているオイルサンド、オイルシェールから得られる重質原油は約4兆バレルで、 通常原油の2倍以上と推定されており、石油燃料代替資源として注目を浴びている。オイルサンドから1バレルの樹湿原油を得るためには、数トンの砂岩を採掘し、余分を抽出する必要があり、大量の廃棄土砂が発生する。従来の原油と比較して生産コストが高く、さらに廃棄土砂の処理に多額の費用がかかるため、長い間、 不採算の資源としてて放置されていた。かつて第二次世界大戦中、石油資源の枯渇した日本軍部が満州のオイルサンド採掘に取り組んだこともあり、1970年代のオイルショックの際には日本の国家プロジェクトとしてオイルシェール生産プラント実験が行われた。カナダ・アルバータ州では2000年代以降の油価高騰が起こる数十年前より大規模な露天掘りが行われ、 この微中面にガソリンやコンデンセートを混ぜて作る海質原油がカナダ原油生産の相当部分を占めるようになった。一方、ベネズエラでは地下に重質油交渉があるため通常原油のように構成を通して採掘される。いずれも流動性の低い原油であるため、輸送内で加熱したり流動性の高いものを注入するなどして生産性を上げる。 気候変動枠組み条約定約国であるカナダにおける地球温暖化ガスの排出量は京都議定書の目標年である2008年から2012年の間に1990年比で30%近くの大幅な増加が見込まれている。この増加の要因の一つにはオイルサンドの生産、生成の工程で生じる温暖化ガスの相当量が排出量にカウントされることにあり、 オイルサンド自体が地球温暖化問題を通じてネガティブな資源として注目を浴びるようになった。なお、カナダは2011年12月に開かれた第17回気候変動枠組条約定約国会議において京都議定書からの離脱を表明している。オイルサンド開発のコストダウンは進まず、2010年代においても原油価格が高い時期にしか採算が合わなかった。 オイルメジャーのロイヤルダッチシェルやノルウェー国営石油会社のスタトイルは2016年カナダのオイルサンド事業からの撤退を発表した。2017年カナダ政府自身も長期的には撤退の意向を示している。カナダアルバータ州のオイルサンド埋蔵地大規模なオイルサンドはカナダ、ベネズエラ東部のオリノコ地域に分布、他にコンゴやマダガスカルにもある。 極めて低質なものは日本でも新潟県新潟市の新津油田などに見られる。代表的なオイルシェール地帯はアメリカ合衆国、ブラジル、ロシア、オーストラリアなどに分布する。ありがとうございます。